鳥取大学の川口です。近年、オンライン上で画像を通して相手の印象を感じる場面と頻繁に遭遇します。例えば、初対面の相手に良い印象を与えたいビジネスの場において、ネットワークを通して行われる面接が考えられます。将来のコミュニケーションの場を想定したとき、離れた場所にいる人たちで行われる立職パーティーなどが考えられます。 このようなフォーマルな場面では、大勢の人間が好ましく感じる印象を与えることが重要となってきます。本研究では、フォーマルな場面で撮影された画像中の被写体から受ける印象を取り扱います。対面において、人間が相手の印象を感じるとき、メラビアンの法則などから知られるように、視覚から多くの情報を得ています。画像中の被写体の印象を感じるときも、 対面時とと同様に、くから多くの情報を得ると想定します。観察者は被写体を見るために視線を相手の顔や胸などの身体部位へ配っていると予想されます観察者の視線位置を計測し視線が時間とともにどう移動するかの分析研究が近年登場しています既存の分析研究では 画像中の被写体の印象を判断する観察者を対象とし、計測された視点位置の時間変化を分析しています。これらの分析研究では、まず、印象単語がどの程度当てはまるかを判断するタスクを観察者に与えています。その後、観察者に人物画像を提示し、視点位置の計測及び分布の検定を行います。例として、第一印象がどれだけ良いかを尋ねるタスクを与え、 このような画像を観察者に提示し、視線位置を計測しています。分析結果から、視線位置は顔に最も定流することが報告されています。それに加えて、最初に視線位置が定流する身体部位が顔であることも報告されています。これらの分析結果より、印象を判断する上で、最初に顔を見ることが重要な手がかりになると考えられます。 ただし、二つの課題が挙げられます。一つ目は、顔を見た後に、どの身体部位を見るか、十分な分析がされていないことです。二つ目は、観察者に与えるタスクへ含める印象単語の違いから生じる、視点位置の時間変化の際が分析されていないことです。そこで、本研究では、二つの分析を行います。一つ目は、 印象判断タスクを与えられた観察者が顔を見た後にどの身体部位を見るかについての分析です。二つ目は印象単語の違いによって人間の視点位置がどのように時間とともに変化していくかの分析です。本実験において観察者に刺激として与える人物画像は被写体が様々な姿勢をとり全身が映っているものを採用します。次に 印象判断タスクを与えられた観察者に人物画像を提示し、その時の視点位置を計測します。こちらは実際の実験の様子です。計測された視線位置はこのようになります。その後、画像中の被写体の身体部位と計測された視点位置との間の距離を求め、その時間方向の変化をプロットします。例として手首から 視点位置までの距離の計測について説明します。ある時刻 t1 でタスクを与えられた観察者の視点位置が計測されたとします。その視点位置から手首までの距離を求めます。同様に各時刻で距離を求め、その結果をプロットしていきます。こちらが身体部位から視点位置までの距離の時間変化をプロットした結果になります。 本研究では美しいと感じるかと清潔感があると感じるかの二つのタスクについて実験を行いました。グラフでは各身体部位を色の違いで表しています。赤は鼻、青は肩、黄色は肘、緑は手首、オレンジは腰になっています。縦軸は計測された視線位置から 身体部位までの距離を表し、横軸は時間を表します。タスク1、美しいと感じるかでは、まず赤の鼻までの距離が最も小さくなっていることから、最初に顔に視線が移動していることがわかります。タスク2、清潔感があると感じるかでも、まず赤の鼻までの距離が最も小さくなっていることから、最初に 顔に視線が移動していることがわかります。その後の動きはタスク1では鼻までの距離と青の肩までの距離が近づきました。このことから視線が顔と肩の間にあることが考えられます。タスク2では鼻までの距離よりもオレンジの腰までの距離の方が小さくなりました。このことから 視線が腰にあることが考えられます。以上より、両タスクにおいて、観察者は最初に鼻や視線を配ることは共通であるが、その後の視線の配り方にタスク間で差異が見られることが分かりました。ご清聴ありがとうございました。